はい、えー、お願いします。初日は COCCO コートのみということなので、フルオープンしてほしいと思っております。もうフルオープンを希望する以上では言います。自分はスムラです。フルオープン希望します。うん、盤面と、いろいろ見て、初日の次は考えていきたい。二日目にい、うん、次、次、言いたいと思ってます。二二盤面であれば、巨人から、巨人じゃねえや、と <laughs> <laughs>、 レー車のローラーから進めていきたいと思ってます。21だったらグレーでいいかなとも思ったりはするんですけれども、ただ一応、ローロー囲い、ローロー囲いされている場合、グレー爪が弱いと思うので、うんうーん、それが見えるかどうかは難しいところなんですが、うん、まあ、どちらにしろ占い師、そして白崎の発言を聞いて、はい、そのあたり考察していきたいと思ってます。はい。うん。なので、 グレーの精査もいいんですけれども、うん、占い師の白崎の精査も、皆さんにはしていただきたいと思っています。占い師の白崎の精査もしてほしい。番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。七番・カリウドの山風と申します。よろしくお願いします。まあ、あの二週目には基本的に出るんですけど、まあ、六番さん、スムラって言っちゃったんで、まあ、スケルスケないっていう論争するのも馬鹿らしいし、うん、もう出ます、カリウドです。うん まあここで狩人出ることでえ考察が結構進んでほしいなという願いも込めてるのでえ霊能者もえ占い師もえ1周目で絶対に出てほしいと思っております。はい、その方が絶対に発言の考察が2週目で進むので潜伏したりとかえスムラの人がアーマーしたりとかそういう馬ぶりはやめていただきたいと思います。うん、考察がめちゃくちゃ濁るので。そうだね、なのでえー例の 占いは初週で出てください。狩人の山風です。うん、よろしくお願いします。はい。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、さいはい、自分、例のです。例の。例のまあ、7番さんはぶっちゃけその位置だと2週,で2週目でもよかったんじゃねとは思いましたが、まあ、いいでしょう。狩りの偽を追う必要はないと思っています。6番さんについて1点だけ気になったのは、 二次進行な場合、私の進行が確定した場合ですね。グレーでいいかな。でも、老老囲いだとグレ釣り弱いよな、みたいなことをおっしゃってましたが。いや、別に老ロ老ーロー囲いで初日村つったとしても、別にまあ、最悪悪くないので、別にいいと思いますよ。なので、そこの防衛感は若干気になりましたが、まあ、そんなに、例えば6番さんが黒だった場合、その進行論を持っているのなら、老老囲いさせるのかなと思うので、占い師の白先にも、 いいいろろ判断しててこうかなと思ってます自分、霊能です。以上。9番のプレイヤーは発言してください。はい私、霊能者です。私、霊能者。うん。8番さん、偽です。8番さんは7番さんに対して、2種でもいいんじゃないカリウドの偽は追わないけどって言ってましたけど、その発言必要ですかまあ、言うことなかったのかもしれないんですけど。うん。これはもう、安易、あと、なん、なんていうかな、無意識に、 7番さんの二世を追わせたかったっていうふうに見えますね。8番さんの、えー、内訳は特にまだわかりませんが、う巨、ん、人かなまあ、とりあえず巨人で見ておこうかなと思います。根拠は特にないです、まだ。六、うん、6番さんに関してはフルオープン希望とのことでしたが、もっと盤面が見えてからそのタイミングで言えばよかったんじゃないかなって思っています。22なら例のっていうのもちょっと安易かなって思います。 ににでもね、霊能から行かない方がいい場面っていうのもね、場合によってはあると思いますんでね、グレーの方がいい場面っていうのもあると思うんで、つらいたくないのかなーっていう印象もありました。一番のプレイヤーは発言してください。対、はい、占い師です。二番さん白でした、えー。霊能者に人外が出てる形なのかなって感じも思いますね。だから。 このまま平和村であれば僕はいいと思うんですけど、占い師に対抗が出てきた場合、占いに人狼が出てる確率がすごい高いんではないかなと思います。で、今日は、人外は22の盤面の場合、僕ちょっとあんまやったことないんですけど、例のロラにあるんですかね、これ。 ちょっとどっちが真価にせかっていうのをまだ決めかねてるので、二週の発言しっかり聞いてきれたいですね。以上です。二番のプレイヤーは発言してください。はい、えー、これ役職言った方がいいのかな。俺スです。スス村。 うんえー、霊能者が2人、8、9度で出てて、うん、ええー、どっちかに人外がいるってことだよね。えー、人狼なのか、強人なのかってところ、俺、正直わかんない今、今、うん。で、占い師も、えー、1番さんが出て、俺にしろで出てるけど、えー、まだ3、4、5で出る可能性もあると。えー、何、フルオープンっていうのは、これ、あれかな ?3、4、5番さんも全員、えー、役職を言ってくれるのかな よくわからんけど。えー、何ローラスーンのえー、霊能者の。ちょっとそこら辺まだわからないんで、ちょっと教えてほしいんだけど、教えるも何もないか。えー、まあ、8級に人外がいるっていうのは僕でもわかります。発言ちょっと聞いていきます。以上。3番のプレイヤーは発言してください。さいうん、まあ、現状1、2だけど、てか1番3、4白って言わなかったっけあれ、2番白だっけ なんか聞き取りづらかったから、ちょっと誰か、えー、どっかのタイミングで教えてほしいです。456あたりから、まあの、聞いてたら。ってことで、現状は12進行なんだけど、まあ 4, が、45万3型占い対抗出てくるのか、またどっか何か別の出てくるのか分からないけど、12、うん、進行で行くなら、まあ、グレイ、グレイっていいのかなって思ってます。うん。まあ、大体、 霊能は心境の方が普通に濃いかなって思ってる。もちろん心労も全然あるけど、確率としては心境の方が高いのかなと思ってます。まあ、グレーで行くとし,したら、現状発言だったのが6-2なんだけど、まあ、6-2でそこまで怪しい発言も拾えてないです。うん、現状は。2番さんはもうちょいでも精査した方がいいんじゃないかなと思った。 八九の精査っ盤面の整理とか、ちょっとできてなさそうな感じはあるかなと思った。二周、うんうん、目、もうちょい伸ばしてほしいかなと思いましたね。八九番さんの精査については、九、まあ、番さんの八番さんも突っ込んだのが、九、まあ、番さんが八番さんに、七に突っ込んだ。七の偽をわしたかったのかな。みたいな言ってたんだけどん、そこは別にそう、自分はそう思わな,思わなかったかな。 普通に8番さんは7、まだ出なくて2周目でよかったんじゃないのっていう、うん、ただ率直な意見を言いたかったんじゃないかなって、そこのツッコミはちょっと引っかかりました。以上。4番のプレイヤーは発言してください。さいはい、4番です。私、スムラでした。はい、スムラです。で、そうだな、8、級うん、霊能に関しては、やっぱり霊能ローラーは初日からされてしまうことが多いので、新、新居かなって思ってます。 で3番さんと一緒で私も7番さんの芯を下げているようには8番さん見えなかったかな2周、うん、目次第ですけど私はレノから行きたいと思ってますうんかなグレーって言っても6番さんは信号論で色が落ちない、うん、3番さんは意見が一緒だったから印象はいいけど色はまだ見えないかなと思ってますであ3番さん1番さんが2番さんに白だと思ってます はい私はそうします1が2に白だと思います5番さんどうぞ5番のプレイヤーは発言してくださいおはようございます占い師使用します7番さんが白と出ました4番さんがあの占,占い師じゃないわ 霊媒師から行きたいと思いますって言ってたんだけど、それはクレーと比較してってことですかそれとも私が占い師で出るってことを分かってって前提で言ってたのかなって思ってで。一番さんが私目線は、占い師、な、な、なんだっけ目玉のマークのやつなんだっけ霊媒師か。霊媒師。 が、に、狂人が出てるって見たら、一番さんが人狼になるんだけど、そうなってきたら、一番さんの偽が見えてて、そういう発言をしたのかなと思って、四番さんの発言、ちょっと臭いなって思いました。うん、で、六番さんは初手だったんだかな初手だったけど、なんか、初めから、ちょっと待って待って待って。追加 OK だったよね。追加 OK の裏だったよね。よかったかさかさ。 <laughs> で、なんかいろんなケースを考えて発言してたあたりは村目なのかなって思いました。7番さんも村角ですね。狩人も一人しかいないし、私が、私が白出してるので。で、えー、っと、今現状分かるところは、全体で狼目線が、狼目が高いところと、8級のどっちかが強人目が高いところ。で、えー、っと、6234が、 CEO なので、村人3人しかいないので、その中に1人、オカミ、陣営島、島でも、狂人は出てると思うから、オカミが2、3、4、6の中に1人いるってことですね。今日は例外からで。6番のプレイヤーは発言してください。うん、自分、結論としては今日8番釣りたいかな。9番の言ってた8が7を新埋されたとは俺も思わなかった。ただ、7番の言ったのってバッ 盤面を分かりやすくするためって言ったか、はっきりさせるって言ったか分かんないけど、盤面整理のためにもうすぐ出ますって言って出てくれたんだよね。結果、7番のたお、7番のおかげでグレーの位置が狭まって、うん。まあ本当だったら3、4とかもうちょっといろいろと精査できたはずだと思ってるんだけど、うん、だから俺は7番のやったコードはすごい、村側の人間だったら、 関係すると思うんだよね。そこを叩くような発言をした8番は芯ないと思ってる。民、うん、域の進行で村釣ってもいいじゃんっていうのも、村を釣っても最悪、最悪ね。役釣るぐらいだったら村を釣った方がいいっていうのはわかるんだけども、それを考えずに村釣ってもいいじゃんって言ったのもよくわからない8番。なので俺は8番の芯を切る。9残してもいいんじゃないのって思ってるレベル。最悪狂人だしね。偽物、うん偽物だとしても。と,と思ってるよ。 なので、俺は今日8番釣りたいと思ってる。うん。なんか、5番が4番のこと叩いてたけど、俺4番がグレーから行くって言ったのか、0から行くって言ったのかが分かんなかったから、正直そこは、うん、なんとも言えんかな。3番、うん。3番が言ってた6人グレーはそうか、3番は2白って言ったのかどうか分かんないから6人グレーって言ったのか。 うん3番の色が見えないな。4番も、番がグレーからいくって言ったのか、レイからいくって言ったのか、ちょっとそこが何とも分からないから、5番の言ってることがちょっとまだね、何とも精査できない。7番のプレイヤーは発言してください。さいレイの行くなら発言聞いてから、グレーだったら3釣りたいかなって思ってます。まあ、発球に関してはまだ情報が出てない状況での1周目の発言なので、まあ2周目次第ですね。 えー、グレー3番怪しんだのは、えー、3番がなぜかわかんないけど、えー、4番で占い出るのかなみたいな発言してたけど、うーん、まあ、細かいことなんだけどね、4号でまだ発言が残ってるんで、なんで4号から占い出るのかなっていう発言にならなかったんだろうっていうのが気になってる。なんで4限定したのかがわかんない。うーん、 なので3がオカミで1が相方なので単純に占いに出るって分かってたのか、えー、3がオカミで5にオカミマークついてたから5を飛ばしてしまったのか分かんない。うん、けどまあ今のところは霊能から行きたいかなとは思ってるかな。8番のプレイヤーは発言してください。さい今のところグレーで怪しいのは3と6。6番については村無線じゃないと思った。なぜなら7番が 狩りで出たからグレーが狭まった。5番が7に白を出してるんですよ。5番狼で狼が7に狩人という村株に白を出していうケースを考えなかったんでしょうか。そして5番が7に白を出している状況にもかかわらずグレーが狭まった。狭まってないでしょう。そのところから6番は怪しいと思った。3番について、 4号で占い師出なかった場合、2か6みたいなことを言ってたんですが、4号で占い師出なかった場合っていうのは、3万3目線。狂人に進路、そして6が,6が黒の可能性が非常に濃いと思う。なぜなら4号の位置というのは、狼だったら出るはず。そういう考察が出て、3視点だと6というのはかなり黒い位置になるはず。これは仮に占いが出なかったらって話を参加してたから言ってるんだけどね。 なのでその視点がおかしかった3は45で占いが出ないんだったら6の黒がほぼほぼ硬く見えると思うまあ,あの1が2に白出してたか4に白出してたかわからないって情報を踏まえても6の黒は3目線がかなり濃くなると思うその場合その点で3が怪しいと思ったグレーなら3か6に行きたいと思っているぶっちゃけ霊能は対抗強靭で見てるのでグレー詰めでいいと思います3か6行きたいなと思ってます以上9番 のプレイヤーは発言してくださいちょっと八番さんの言ってることはちょっとよく分かんなかったんですけど単純に分かんなかった3番が4号に占いが出る可能性を示唆しなかったからえっ、ー、としない場合は6がオオカミんようかなよく分かんないなうん3どことどこがオオカミってなったらそうなるんだろうよく分かんなかったなまあいいや えっと、7番さんにちょっとね、言っておきたいことがあります。これは、殴るとかじゃないです。うん。軌道修正かな、どっちかっていうと。7番さんは、えっと、3番、3番さんと5番さんが、狼だったから、4番さんに占いが出るんじゃないかって言ったって言ってますけど、3号、まあじゃあ仮に狼としましょう。だったら、1番さん死んでしょ。だから、4番さんが出るって言ったのは別に、な,なんていうかな、3号狼だったら、 おかしくないそれこそ。って思いましたね。うん、だって、霊能2人出てて、占い1人出てるんですよ。だから3が黒いっていうのはちょっとよく分かんなかったですね、うん私た。私としては、グレーで黒いなと思ってるのは、えっと、4番さんかな。6番さんに安易に色落ちなしって言ったんですけど、私の発言をもうちょっと拾ってほしかったかな。6番さんはね、22なら、霊能から行きたいって言って、そ何の情報も出てない状態から、霊能から行きたいって言ったんですよ。 自分が釣られたくない。グレー釣りっていう視点が全くなかったですよね。で、5番さんも同じ。5番さんも6はいろんな可能性を考えて,て白いって言ってましたけど、それはよくわかんない。いろんな可能性考えてましたね。考えてなかったと思いますけどどっちかというとね。うん。全部の盤面が出揃ってからってならばわかるけど、22ならもう例のって、全くいろんな可能性考えてないよねっていうところ。そうだなぁ。うん、今日は8からでいいかな。 1>, 1番のプレイヤーは発言してください。さいそうですね。あのすいません。聞き取りづらかったようなので、もう一回言っておきますと、僕は2番さんに白です。<ん>で、あとまあ、89強人と見てる人が89の中にえー、体系、えー、と京都見てる人が4番36番さんで、もうそれが結構固いっていう感じで。で僕もそうなんですよ。 だとしたら、こうグレー詰めの方が僕的にも占い位置狭められていいんですよ、んまあね、<で>一ね。番視点は8級の発言で、俺、8番さんが、まあ、7に2周目出てほしかったっていうのがすごいわかるしで、9番さんもグレースケールの位置での黒い位置、4番さん黒く見てるっていうのが僕と結構視点があってて、で今、ちょっと8級、まあ、6番さんは8進切ってるけど、 そこまで確定的に僕は切れなくて、今日はグレーズ目行きたくて、四番さん行こうかなと思って。以上です。二 <laughs> 番のプレイヤーは発言してください。なんこれ、めっちゃむずない。<laughs> ちょっと待って待って。 えーっと、ちょっと待って、ちょっと待って、8、9に人員会でしょで、1、5に人員会でしょで、この、えー、市民側に人員会でしょむ村に。<laughs> お、全然わかんないや。えー、ど,ううど,ううどうしよう、どうしよう、どうしよう。えーっと、そうだな。えぇ、ー、えーえー、どうしようかな。えー、何言ったらいいんだ、これ。何拾えばいいんだよ。えぇ、ー、 これってさあ、人外が人外を釣ろうとすることってあるの一が4行きたいって言って,言ってたけど、えー、グレイチで。1黒軸なら36。6、6どうなのかな ?3 番の8ちょっとごめん。3番のプレイヤーは発言してください。うん、2> 2進行だ だから人外が人外を釣ろうとするってことはあんまないんじゃないかなっていうことだけ言っとくかな。うんうん、で7番さんに突っ込まれたんだけど多分自分4号って言ったと思うんだけどな、うん。4号って言ったと思うよ。で22、うん、進行なんだけど自分は0ローラ関数でいいと思ってる。グレイクより0ローラかなと思ってる。理由としてはまず0ローラした場合は、うんえー 1日目、2日目、レイローラして3日後に決め打ちが発生する。その間に占いは2回占える。うん、グレー行った場合は、今日グレーつって、明日決め打ち。その間に占いは1回しか占えない。うん、どっちにしろ、レイローラしようとも、グレー詰めても、占える回数は、なんていうかな、決め打ちするのを2日伸びるけど、その分1日占える。って、なんかていうか結局グレー幅変わんないんだよね。うん、グレー詰めたところでも、レイローラしたところでも。 結局、グレーで、あのー、決め打ちが伸びる分、占いも一回増えるから、変わらないか、自分はレイロラ完遂でいいと思ってる。うん。で、あと、レイロラ完遂でいいと思ってる理由は、グレー詰めた場合、グレーで、グレーのなんか、あの、例の結果がパンダになった時これが結構ややこしくなるんじゃないかなと思ってるかな。 ラインとかは出てくるけど、うんそのパンダの結果も考察して、審議していか,いかなきゃいけないと思っているから、その分複雑になってくると思う。だから、レイロは完遂いいと思う。で、レイロアに関しては自分8番かなと思っている。例としては8番は、えー、3は4、5で黒出てないや、6黒書いていたけど、別にそんなことないと思うよ。4, 4番のプレイヤーは発言して,言してください。はい、発言します。あで なんか、二人進行のつもりでいて話しちゃいました。五番さん、すいません。で、そうだな。占いに関しては五番さんの発言聞いても、っと精査したいと思ってる。今日はれ四五二四回もありそうなんだよな。で、八番さんから入れたいと思ってる。うん、正直、対抗が出てって、相手強人だとしても、真なら対抗を釣りをしてほしかったっていうのと、あとなんだっけ。 うん、私もちょっと3番さんと6番さんのなんか、狼の話がちょっとよくわかんなかったから、まあ、ロラするっていうことで、今日は8番さんから、新名のない8番さんからいきたいと思ってます。で、グレーだと、うん、まあ、そうだな。うん。ええー、ちょっとわかんないな。でも2番さん、片白ですけど、2番さんに関して、 なんか、黒くは見えなかったと思ってる。なんか、あの、わかんないっていう雰囲気がちょっと村に見えた。かな。で、3番さん、うーん、は、レイロラっていうことで意見が一緒だった。かな。うん、ええー、もし、1が、狼なら三が狼かなって思ってる。うん。かな。 で、5番だったらどこか6かなって思ってるかな。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。さいうん、おはようございます。今日グレーから行くの私4番さん行きたいですね。4番さんと視点が合わなすぎる。3番さん、レーローじゃなくて、グレー、そう、グレー押してませんでしたっけあれその、3番はデーロー。眠いかなって。 で、3番さんじゃない、4番さんが、8番さんの言ってることが分かんなかったって言ってたけど、3番さん、あ、確かに3番さんは4号のロー、4号になんだっけ、占い師が出てくるって言ってたね。4号って言ってたよ、ちゃんと。で、えー、っと、8番さんが言ってたのは、3番さん目線、占い師が1しか出てなくて、 で、4号が狼だったら出てくるから、で占い師出てくるだろうから、出てこんかったら6号狼目線高くなるんじゃないのってことが言いたかったんだろうと思うし、八番さんは別にそんなおかしいことは言ってなかったんじゃないかなって思います。まあ、だからと言って九番さんの新名がめっちゃないわけでもないし、八番さんの新名がめっちゃあるわけじゃないから、正直全然わかんないで、Y 字は。うーん、私は、でも番さんも怪しいし、なんかさっきの さあ、5と6の繋ぎ方とかめっちゃ適当すぎやろって思って。で、2番さんもなんかわかんないわかんないって言ってたから、それが迷える村って言ってた考察もよくわかんなかった。私は2番さん普通に怪しくて、1、人の格好やるんかなと思ってしまった。でも、まあ2番ん村なんて思ってたら、まあ角になるわけだし、村としても強から、釣るなら、グレーから釣るなら、4から釣りたいかなって思ってます。グレーの野いのは4と2。まあ、恋愛者はわかんないから、霊媒師釣るなら、 まあ七番さんが確定してたから、あ待って待って追いついたいことあったのに？投票を始めてください。ありえん、オラじゃないぜ。なんかすげえライン切ってるように見えるんだよな。四番さん二二進行だと思ってたっていうのもよく分かんないよね。で五番さんの主張によると、八番四が真であることは分かったって言ったけど、四五に狼だったら五が占い出ることも分かったから。 っていうふうにも見えますね。のプレイヤーは、あ発言してください。今のところ、2周目の発言を聞き、1、3狼が来いのかなと思った。4は確かにふわふわしててよくわからないが、5目線っていうのは、5が真の可能性が高いと思ってて、5目線っていうのは、5は囲いは絶対発生してない5が狼だった場合、その場合、ここでグレ積みをし,たしてしまったら、かなりグレが詰まる。 グレー詰まって明日新占いいに白じゃない黒を出されるる可能性が上が上そのことから5番のグレー詰め進行というのは非常に新芽が上がる行動。えー、なので5番が新で見えてる。が1、2オオカミというのはさすがに安直すぎると思ってる。2番は正直なんだろう。あんまり言語化できないけど若干村っぽいなと思った。2番はそんなに黒っぽくは感じなかった。そのことから3、4、6なんだけど自分はやっぱり3がおかしいと思ってて。 自分が一週目に言ったこと、二週目に言ったことは、まあ、母が言ってた通りなんだけど、その発言を稼いでいろんな方法を、いろんな盤面を追,った追おうとしたのにもかかわらず、えっ、ー、と、しっかりと追い切れていないところが村勘定を稼ぎに来たのかなという印象を受けた点が一個と、うんうーん、あんまり、あ,あー、うん 無理があるんちょっとあんまりムラリがないことになりそうだからこれは言うのやめときますごめんなさいもう一個黒いと思ったんだけどあんまり言いたくないですムラリがないと思ってるのでそんなところかななので自分結構3の黒が硬いと思ってます以上夜が来ましあなんて言った万名を閉じてください今日の選は目を開けてムラリとでした なんて言ってました三は盤面が何だから黒って言った村勘定稼いでたの3は何どういうこと

1>, でで1番さんは4白4白なのえー、4五にオカミかなと思ったけどそれないのかまず8番さんの遺言なんだけど1三オ,オカミまあまあまあいいとして3番さんが村勘定を稼いでたから黒もう一つの理由は言わないもう意味わかんなくないですか私芯決めてません 5番さん目線グレーが、を詰めるとグレーが狭まるから新名って言ったけど、5番さん目線グレーを狭めてる余裕ないんですよ。グレー広すぎるから。2、3、2、3、4、6でしょ。グレーが広すぎるから、レ能ノーローラー行くべきでしょ。5番さんは4番、グレー行くなら4番さんを釣りたいっていうのはまだわかる。が、8、球で精査できてない。だったらもう、精査できてないけど、でも私目線、 グレーが広すぎるから、最終的にレーロラがいいっていう主張だったらわかる。が、それで新目っていうのはよくわからない。5番さん、4番さん似てるでしょよくわからん。そして4番さん占ってないのもよくわからん。うん。ただ、4号2狼オはないのか。いや、4番さんがね、あの、5番さんが出ることを知ってたっていうのがね、4号2狼だから、その、この後出るの知ってたから言ったのかなと思ったけど、そういうわけではないのか。5番さんは2番さん占ったり教えてほしい。が、 5番さんのシーンはほぼほぼ見てない3番さんはレイロラの話しかしてなかったから意見0と取ってるそれで8番が黒ソを取るのもわからない今日は私釣りじゃなくて他釣ってほしいかな3は村に見えるんだよなグレーツメるなら長距で6かな のプレイヤーは発言し俺はレーロラ冠水がやっぱり判定かなって思うでこれは3番さんの2週目の話聞いて納得したんだけどグレー詰めようがレーロラ冠水しようが長の数は変わらない、うん、で89ロラ冠水すればしっかり一陣外釣れるわけだし俺は今日一番嫌なのは、まあ、パンダの2番さんを釣りみたいな流れになるのが俺は一番嫌かな でそうだな3番さんは俺は黒く見えてないでそうなると6番さんは黒なんだけど、うん、で4番さんに関しては結構黒く見えてたんだけどでグレーツメルな4番さん行きたかったんだけどそれはま占えばいい話だしで結果4番さん白だったわけだし本当にレイロラ完成がいいかなって俺は思ってる以上 2>, 2番のプレイヤーは はい、えー、5番さん、じゃあもう俺目線黒だね。え5黒でしょ、で1シーンでしょ、で1番が4番裏なってるから4白でしょってなると5の相方っていうのは36どっちかで89に人外ってことでしょ。えー、俺さ、3番53じゃないかなと思ってるんだよな。 5、3あるかな俺の、あの、把握ミスだったらごめんなけど、1周目の、もうそれこそまあでも白くはないけどな、三は。<の>さあ週目の発言な,んじゃないののかから出るのかみたいな、発言3、5あるかあでもれはこか6、は一とか言わないか,かねえ。でも、なんか俺3が人外な気するからさ、9とは意見違うんだよね。ってなるともう、まあ安定で8、8 9のローラ でよくいいのかなと正直思うけど、俺は正直5行きたいけど、9行くのかなこれローラなら。だって俺見つけてるもん5クロなんでしょだって。2いいの色見たいって言っても噛まれるし。5が2 0に見えるから二0じゃないです。うん。まヨ、あ、は隠し色になった。5が2クロしてるから。うんで悪いけど、やっぱレーローラは完成かなうん。 まあ9の方が神明は高く感じる。まあ理由としては8番の意見が分からない。うん、突っ込んできた意見分からないね。うん。もう一回まあ言いたいけど、まあ4号が狼で、あ4号で占い出なかったら6黒硬いとは自分は思わないから。うん。別に4号の狼が出なかったという選択をするっていうのもあり得るしね。それだけは言いたいかな。うん。でまあレールは完遂。うーん。 まあ、昨日突っ込めなかったんだけど時間がなくて6番さんが一番怪しかったかな昨日時点で理由としては6番さんは89の精査で8番のもう八番の芯切れるって言ってた9番も9番の芯をきして進めていいって言ってたのにそこそんなに精査できたのかかわらずグレの精査が全くできてなかった234色落ちなしっていうね、うん、8番の芯切れるほど精査できるなら234にもっと精査できるんじゃないかと6番さんは思ったよだから6番さん怪しかったかなでもそれ無理があるなうーんで 1>, 1号の精査か。うーん。正直2番の色が初日から落ちてないから、うん、今日の2番の5番さんの精査も、うん、これがもともとそういうのなのか、わざそれとも黒くなってるのかわからない。2番さん目線別に5番黒確定してないし、2番さん目線5番強だってある。5番強、1、新、8、9、6、8、9、2、新、6とか、うん、おいるんだけど、 2番さんの視点が薄かったのかなと思った。4番のプレイヤーは発言してください。さい,いや、これあの、3号じゃないかなって思ってます。うん、昨日、1番さんが私、グレーなら私って釣りをしてたのに、5番さんが私を釣りをする意味がわかんないです。ライン切りって思ったのか、相方、その対抗が強じって思ったのか、よくわかんないけど、5番さん、うん、の 2位、うん、占ったりも分かんない。なんで私あんなに釣りをしてたのに占わなかったんだろうっていうところかな。で、9番さんで決め打ちたい気持ちもあるけど、私は安定が大好きなので、9番さんを行きたいと思ってます。 で3番さん今日になってすごい6番さんに黒塗りしようとしてた感じがある、ね、89の精査ができてたのにグレーの精査ができてなかったって言ってたけど3番さんもそんなに精査できてたとは思えない、うん、っていうのと2番さんが初週から言ったようにすごい村に見えてるっていうところかなとりあえず今日はローラーで9番さんいきたいと思ってます5番 のプレイヤーは発言してください,ださいと、ね、私は昨日、2番さんと4番さんが怪しいって言って、でも2番さんは1番さんに今白出されてたから、2番は占ったら白だったら角白になるから、2番ーは占いたいって言ったのね、昨日。 だから4番さんを釣るって言ったの。で、だから昨日4番さんに入れた。4番さんがなんで怪しむのみたいな発言してるけど、確かに私は占い師で盤面が多少村より見えてるし、4番さん村だからしょうがないと思うけど、ちょっと考察がかなりずれてる。本当にミスリードしてるんだって。ねなんか3番さんと4番さんと6番さんは村なの。で、3、4、5、6が村で、 多分、9番さんが、なんか私の新名を、私が2黒って言ってんのに、な,なんか2黒の線を追わずに、えー、なんで4を占わなかったのみたいな。私ちゃんとさ、説明したじゃんと思ってさ。だから、多分、9も強人とかだと思う。9強人12ローで追ってて、だから3対4なのね。 だから、キー釣って1つって2つるか、キー釣って2つって1つるかも任せるけど、ここ3人を釣らないと村は確実に負けるの。だから本当に信じてほしい。今日は安定でキー釣って、明日私噛まれなかったとしたら、噛まれないか。まあ、でも私占うところがないから、占うところないから、でも仕事が終わったとか言って釣らないでほしい。本当にキー釣って1つって2つったら終わるから。人気に釣りを備えんですね。うん、本当に。 そういうことだよ。理由はさ、言ったじゃん、一周目に。4人を怪しんでたので、4番さん、ほんとに、ね、もう、3番さんも、あーもう、本当にねもう3番さんもあーもう本当にね頑張って、よ雪を9つって、絶対9つって、1つって2、2、まあ、1と2つってくれるんだったら、1と2つってほしいけど。6番のプレイヤーは発言してください。 いや、5番目線って仕事終わったの確定してないですよね。5番って9、1が人外だとしても、どっちが人狼か分かってないはずだったら9占って白が出るか黒が出るか見てもいいんじゃないですか。うん、なんでその発想が出ないで占い進路で確定してるのかがよくわからない。うん、うーん、3、5なんじゃないですか。3番、3、5の発言おかしかったんだよね。ね6おかしいと言いつつ、2の視点薄かったって2の黒目持ってんだよね。 3番目線って26ってどっちかしか黒いないはずなのに26、うん、両方おかしいっていう風に追ってるんだよね。だから、うん、2の正直2が分かんない分かんないどうしようどうしよう言い,言いまくってたのは正直なんか初心者使用してるようなレベルでに釣りたいなと思ってしまったけれども今日の精査を聞く限り、うん、まあ、うん、思考が追いついてない村人なのかなと思ってしまった。そして3の俺と2への黒塗りがひどい、雑。うんうん だから正直3号で見えてしまった。正直9つるぐらいだったら俺つってくると思ってる。9は死んだと思ってる。8番の遺言はもう強人使用してるようなもんだと思ってるけどね。うん、9つるぐらいだったら俺つってくると思ってるよ、うん。その方が絶対いいと思ってる。3号じゃないですかね。うん 気をつるぐらいだったら俺つってくれそして俺は5が2クロ出してる以上2号,ランだ、うん、2号のランにしたいと思ってるけどね俺はそして俺は5に入れる多分三3号オカミじゃないかな、うん、俺は3号オカミだと思ってるよ、うん、俺は5に入れます5に入れるか投票を始めてくださいああや 5番のプレイヤー選ばれました。おおなか早かったバグってる。5番のプレイヤーは発言します。これ負けだわ。9が死にだったらまだワンチャンあるけどさ、負けだわ。だから6万35はないわ。なんでな？ 2番さんがさ、普通にだってさ、もうそういう戦法本当に嫌いなんだけど、<laughs> なんか初心者みたいな迷っ,てる迷ってる迷ってる迷ってる村人なのかなって考察は、本当にやめてほしい。四番さんもね、<ー>本当に私法が全部ずれてるから、私もスクラムで見るのはわかるけど、四、ね、番さんが間違ってる。私が占い師だから、結果見えるっていうのと、四番さんが村だからってしょうがないと思ってるし、攻めるつもりも全然ないけど、いやー、九万が真の霊媒師のことを祈って、 一度にお釣らないと確実に負ける言ったよ言ったよ三五は絶対ないって三番さんも分かってるでしょねえ勝ちたかったよこれ勝ったらさまあいいやちょっと待ってあー頑張ってねほんと悔しいなんで釣ったの夜が来ました目を閉じてください,芸能者はださいマ<ジ>しええ死んなの嘘でしょ ええー、マジーなんで5番さん1番投票してんだろう ?2 投票でしょうするならで。しかも9つってほしいって言いながらなんで1番さん投票してんだろうで、9つってほしいっていうのも発言中は言っちゃダメだよね。9つって2つって1じゃなくて、2つって、2つって1つって9でしょそれ出場するなら。まあでも今日かまれますね。いや、マジー 朝が来ました。昨夜死んだのは6番9番のプレイヤーは発言してください <laughs> えなんでかまなかったのえこれオオカミこれダメだよこれ私かまないとああい,いいの言うよ結果 5番さん村人陣営。びっくりしたけどね。5番さんは9釣ってほしいっていう発言の意味わかんなかったし、釣るなら2からでしょ。なんで1番投票してんのって感じで。はい、もう黒確定と思ったら村人陣営でした。シーンね。だから1、2、2狼オだ、これ。うん。3番さん、4番さんは2から釣ろうかね2。2投票で。こ勝ち確だけど。私のこと強靭って思ったのかな。思ってても噛まないとダメだよ、これは。うん。せっかくね、5を釣れて狼視点してん、 イェーイって感じだったのにね。髪先間違えましたね。2番投票で。5番さんの新名はちょっと見れない。ちょっともうちょっと話しとくか。怖い。ちょっと何回もね、2投票、二投票ね、うん。私はここで語るメリットないからね。うん、5番さんは、新。2、黒。正解。オッケー。いや、3号だと思ってた。マジで。うん、3番さんもレイロラ、レイロラしか言わない、まあ。レイロラ確かに好きだけど、 うん。6番さんへの黒塗りも雑だったしね。で、2番さんへの雑な黒塗りもね、よくわかんなかったけど、まあこれ白だね。3、4、白角だね。2番釣りで。2番釣り。絶対2番釣りね。なんか、発言がどうこう変わって、なんかブレないようにね。2釣りね。2釣り。2釣りでお願いします。狼は私噛むべきだった。狂人だと見てても、真の可能性がある以上は、私噛むべきだったよ。うん。 についてお願いします。1番のプレイヤーは発言してください。い霊能に人狼出てた形ですか、これ。えじゃあもう93で俺の中では人狼だと思いますね。8番さんは心霊能でした。で、5番さん強靭ってことでしょう、これ。だ俺は絶対3。まあ9でもいいよ、これ。やっぱり安定進行取った方が良かったと俺は思う。 まあ、対抗だったから、昨日は五番さんに入れたけど、五<や>番ずり押さないそこは。ってことでしょう。うん。いや、普通にレイローラすればよかったな、じゃうん。そうだな。9、3。9、3は二入れる。四番さん絶対に三入れてください、これ。お願いします。投票揃えないと村川負けるんで。お願いします。3番で。二番のプレイヤーは、 発言してくださいえこれ勝ったじゃん。でもこれ勝ち格じゃねえだって5番だって俺もう5にさ黒って言われてるからさもう5の「し目なくてないんだよ。え、1番さんが「しん」でしょ <laughs> えで9番さんが5番さんのことで、ね、僕目線はまあええー、まあ人狼っていうか、えー、巨人うんなんか分からんけどまあ人外なわけだよ。そこに白を言ってるってことはもうこれ黒なんだよね。 で、えー、1番さんが3番さんになって黒でしょもうこれは勝ちじゃん。<laughs> で、4番さんは普通にスムラでしょえー、でも、えー、これ、どっちから行ってもいいんだよね。結局勝てるから。でも1番さん3番、えー、と、えー、表、えー、表合わせないといけないのか。じゃあ3からってことで。あって言うんじゃん、普通に。5番さんが強人だったってことでしょ ?93 で。3番行きます。 三番のプレイヤーは発言し,発言してください。うん、まず九9番オオカミは無茶があるよね。うん、昨日の投票で9番3は5番に入れた。5番は2に黒だとしてた。ってことは9番がオオカミ目線5の強陣つ透けてるから5に入れる理由なんかないんだよね。うん、5は2に黒を出してるから9番目線5の強陣は透けてる。なので9番5入れてる。うん、うん、そこで1番が39六五59で見るのは無理がある。だからその線はまずない。 で、あと応戦としては自分オカミ5・3オカミの9強うん9狂人なら1・2がご主人かそれとも3・5かご主人か分からないのにもう1・2でいいやっていううん決めてないね9番強人ならああ怖いんだ9番強人だから9番が1・2オオカミだって決めてるのは5番が白結果例のだから分かってるからってことうん自番は2番に入れます以上四番 のプレイヤーは発言してください。さいえー、なんかわかんなくなっちゃった。しっかりして。え、3号クロ急陣人もあるってことで、PP がないってことは、 えー、ちょっと、3番さんが、相方の5番さんが釣られちゃって、ワンチャン教授を狙ったのかなっていうのもあるし。え、紙位置間違えるみたいなってことありますえー、ちょっと。えー、待って待って待って、嘘でしょえ、そう、1番さん、2番さんも、9番さんが死って思うのは、白を出してるから。 えそんなことあるないよねどうしようえちょっと盤面整理ができないな嘘でしょいやマジ

嘘でしょ <laughs> えぇーって同じこと言ってる。えぇ、ー、サンゴオ,オカ狼だったら、いや、えぇー。あんだけ丁寧に説明してくれたのに。<laughs> 嘘でしょマジ延長までして言ったのに。 マジかーなんかもっと説明しようあったかなぁ。サンゴ狼だったもんだったら5番さんに投票してないよな絶対。 マジこれ負けるのえ、投票放棄させるえ、<laughs> 投票放棄させても同じこと起きると思うけどな。え、なんでええー。そう、僕が狂人なら自分からつられ行くし。いやー。 ちょっと説明怠っちゃったかないや、でも僕、強心であんなこと言う噛むべきだったよとか言うえまあえー、もう3番さんがもう完璧に説明してくれたけどな。僕が言ったら逆パターンもあるから。まあまあでも3号黒かったって。 っていうところなのかなぁ。まあ、黒かったからな。僕もそう確信してたから。まあ、しゃあないかないやぁ、まじか。もったいねぇ。こんなに価値格盤面、久々だったのに。まじか。<laughs> 1番さんも2番さんも3番さんも僕も困惑してた。 全員困惑してた。4番さん以外。マジか。まあ、しゃあないか。まじじじ。まあ、そうだな。5番さんの新要素を言うべきだったかな。いやでもそれ僕から説明し,してもな。嘘くせえって思われると思うんだよな、4番さんからすると。2番ずり。はい、終わり。 私噛まなかったのミスでしたね。はい、終わり。って感じの方がシンプルに伝わると思ったんだけどな。ユニコーン流れてたのにね、確定演出で、ね、流れてたのにね。ああ、しゃあねえな。まあもうちょっと。そうね。もうちょっとなんか、うまいこと説明できればよかったかな。